5月21日金曜日、羽所町にある侠北公民館で、グリーンのカーテン普及促進講座が開かれました。グリーンのカーテンとは、ゴーヤやアサガオといったつる性植物で、建物の壁面や窓の外を覆い、日差しを遮る自然のカーテンのことです。グリーンのカーテンを作ることで、節電、省エネ対策、リラクゼーションといった効果があります。講座には、市内に在住している14人が参加しました。講座の前半は、地球温暖化防止中正協議会の中川康忠さんが講師を務めました。中川さんは、地球温暖化が与える地球への影響や、家庭でできる温暖化対策、グリーンのカーテンがなぜ環境に良いのかなどを説明しました。その後、指導農業士の若林拓也さんが講師を務めました。若林さんは、形のきれいなグリーンのカーテンを作るゴーヤの育て方や、土の量、水を与えるタイミング、生育に適した肥料の種類などを教えていました。参加者は若林さんの話をノートにメモを取りながら聞いていました。講座が終わると質疑応答の時間が設けられ、参加者はヘチマの場合はどのようにしたら良いグリーンのカーテンが作れるか、より多くの果実を実らせるにはどうしたらいいかなど若林さんに質問していました。地球温暖化のお話を苦心されて来られまして、大変大切なことを分からせていただきました。ゴーヤですけれども、今日3本いただきまして、で摘心もここでやりました。教えてもらってやりました。でそれをまた持って帰ってお家で、グリーンのカーテンの方作りたいと思います。ありがとうございました。